ようこそ夕闇劇場へ。これより始まりますは、奇想天外、摩訶不思議、奇怪な書物を中心に繰り広げられる奇妙な冒険談。そこにあるのは幸福か不幸か、生か死か、それはその目でご覧あれ。では皆様、何卒最後までお付き合いくださいますよう。それでは始まり始まり。ここがルフラン氏か。馬車から離れるなと言ったろ、ルカ。ガマガエルにされたいか、戻ってろ。いやー、戻ります、戻りますから。カエルさんになるのは嫌です。ちっ、これだからガキは嫌いなんだ。また、本依頼とは別に伝えるべき重要な事柄あり。町につき次第必ず来廷されたしか。ふん、辺境の田舎領主の分際で私に指示を出すとはな。この町に旅人とはめ珍しいじゃねえか。まれびと来たりってな。それにしてもえらく美人だな、あんた。こんな美人見たことねえや。ところで、なあ、あんた小銭持ってねえか。酒代が足んなくてよ。あんた足が悪いのか。ええ、まあ。なんならこのぬったまったさんがあんたをおぶって町を隅から隅までじっくりと案内してやってもいいぜ。ぬったまった。お見受けした感じ、かなり酩酊されているご様子。酒酔いの記憶ほど当てにならないものはございませんし、それにその下品な物言い、案内いただけるほど賢そうにも思えませんが。なんだと。もしかすると町のことに詳しいと錯覚されているだけなのかもしれませんよ。そりゃ、その、いや、あんたよりは詳しいや。でしたら、カラザの井戸はどこにあるかご存知でいらっしゃいますか。そりゃ知ってるさ。あそこは有名だからな。この町であの井戸を知らねえ奴はいねえよ。この門を入ってまっすぐ西の広場さ。そんなことより、なるほど、ここをまっすぐか。聞くまでもなかったようだな。ご苦労、もう行っていいぞ。ちなみに貴様のようなやつに払う金はビタ一文ない。なんだと。てめえ、ちょっとぐらい父がでかくてべっぴんだからって調子に。塗ったまった、もう用は済んだ。どこへなりとも行け。くてめえお高く止まりやがって。
あ？めー、やつの置き土産か。だらしのない羊飼いがいたものだ。めー、まあいいか。ルカ、ルカ。はーい、何ですか、ドロニア様。ルカを呼びましたか。しばらくの間この子羊の面倒を見てやれ。羊さんですよ、ドロニア様。馬車の中には入れるなよ。それにおとなしくさせておけ。おいで、ねえねえ、ねえ。もう名前をつけたのか。ち、あいつ、いつもは優柔不断のくせに。ルフラン市の広場の片隅にあるこのカラザの井戸が我々の目的地だ。そしてここに止めたこの馬車小屋こそが我々の拠点であり、退屈極まりない日常を送る鉄の監獄といったところだ。さあ、分かったら日が沈む前に設営を始めろ。あと、その子羊を馬車の中に入れるなよ。私はガキは嫌いだが、動物はもっと嫌いだからな。それじゃあめいめい、ここで待っててください。いい子にしてるんですよ。めい。さあ、探索のための準備を始めるぞ。ルカ、ヨーロレキテイを持て。様からのお手紙は、お手紙はいいんですか。ああ、お手紙には町に着いたらすぐに会いに来るようにって書いていたんですよね。先にお会いした方が良くないですか。知ったようなことを。そんな無駄なことに貴重な時間を割いてなどいられるか。私はもったいぶられるのも回りくどいのも大嫌いだ。グダグダと言っている暇があるなら早く準備を始めろ。これが井戸ですか。ああ、これがカラザの井戸らしいな。まあ正確には井戸はこのガゼボの中にあるようだが。でも鍵がかかっています。鍵がかかっているので入れません。入れませんよ。この程度の鍵なら。魔法ですか。魔法で開けるんですか。声が大きい、黙ってろ。いいんだよ、誰にも迷惑はかけていない。それよりお前、今どさくさに紛れて私のことを何と呼んだ。違います、違います、これは違います。
いちいち泣くな。それより中に入るぞ。これが地下迷宮へと続くという噂の井戸か。どうやら眉唾な話ではなかったようだな。十分な魔力を感じるぞ。なんだかボロボロですね。ここに入るんですか？入っても大丈夫なんですか？そいつは無理だ。この中は正気で満ちた、いわば人ならざる者たちの世界。ここに入り生きて帰った人間はいないそうだ。ただ一人を除いて。だがな。それよりルカ、ヨーロレキテイを持ってこい。はーい、取ってきます。行くよ、メーメ。そいつは置いておいていい。すぐに取ってこい。メー。こら、ルカはお仕事中なんです。後でご飯あげますから、ここでおとなしくなってるんですよ。誰一人生きて帰った者はいないか。まあ、そのためのヨーロレキテイ、そのための人形兵だ。めぇ。ふん。うるさい、静かにしろ。着水音なし。ふん、なるほどね。メーメが死んじゃった。ボロニア様、ひどい。メーメ。ええ、羊の一匹や二匹でうるさいぞ。おい、ヨーロレキテイは取ってきたな。そいつをこの中に放り込め。この中ですか？やめましょうヨドロニア様。レキテイちゃん、勝手に変な呼び名をつけるんじゃない。こんな中に放り込んだら何が起きるかわかりませんよ。それにルカはなんだか嫌な予感がします。お前の予感が当たるのはおねしょの予告くらいのものだ。しません。ルカはおねしょなんてしません。おい、ヨーロレキテイをこちらによこせ。前人未到として知られるルフランの地下迷宮。さあ、ヨーロレキテイを攻略してくるがいい。
闘開始だ。よし、頑張るよ。と、そりゃやったぞ。いざ参る。はっ、行くぞ。たあいもないわね。戦闘開始だ。
これでどう？やマイル、いる。えい、行くわよ。いただいたわ。ここではないどこか、かすかに魔法が存在する不思議な世界、テネスの物語。そこにある怪しげな都、ルフラン市。錆びれた辺境の町と揶揄される、その忘れられた町には、前人未到の地下迷宮がありました。いつ誰が作ったものかは分かりません。世界を滑る財宝があるとも、不死の秘宝があるとも、世界を滅ぼす魔王が眠っているとも伝えられますが、その真偽は何一つ分かりません。分かっていることは、迷宮の中は強い呪いの正気で満ちており、人は半時と生きていられないことくらい。しかし、ある時そこに一人の魔女がやってきて、迷宮の探索に名乗りを上げます。魔女の名は夕闇の魔女ドロニア。町の人々がいぶかしむ中、その魔女の手には、迷宮探索唯一の生き残りといわれる男が残した伝説の書物である、魔導書、ヨーロ歴帝が握られていたのでした。まだ寝てる？あれ、おかしいな。何か間違えたかな。おーい、おーい。
お、目覚めたね。ナイス。どうだい、いい夢だったかな。どこの誰とも知れない魂の旅人さん。と言ってもその姿では返事もできないか。まあいいや。それじゃあ早速で悪いんだけど、君に重大発表があります。あと数分で君の魂は無惨しちゃいます。ででーん、衝撃の事実。びっくりだよね。私もびっくりだよ。実はね、自分じゃ見えないだろうけど、今の君には実体がないんだよ。でも大丈夫、なんとかなるよ。ノープロブレム。だから、とりあえずこの道の先まで行ってもらっていいかな。まあ今の君に選択肢はないんだけどね。あ、さあさあ、時間がないよ。キリキリ行こう。おおいおい、そっちじゃないよ。ここには残念ながら君の脅威となりうる敵はいないんだ。いい調子だ。なかなか軽快だね。あと少しだよ。ここって不思議な場所でしょ。でもここがどこかは言えないな。おっと、そうこう言っている間にもうすぐだ。仕上げといきますか。さ、この本めがけて飛び込むんだ。大丈夫大丈夫、私を信じなさいって。それに君はそのために来たんでしょ。ドキドキワクワクする冒険と愛と勇気の幻想物語を求めてさ。ならば答えは一つだよ。君に一握りの勇気と両手いっぱいの探求心があるなら、意を決してさ、飛び込みたまえ。気分はどうだい。君の魂はこの本に入ったんだ。あ、本といってももちろんただの本じゃない。この本はヨーロレキテ、忌み嫌われる呪われた本の名前であり、そして今この瞬間から君自身の名さ。ルフラン市と呼ばれる都の地下深く、そこにある前人未踏の地下迷宮ヨーロレキテはその地下迷宮に挑み、
ただ一人生きて戻った人物が書いたと言われる本なんだ。なんでもその男は戻ってくるなり7日7晩かけて本を書き上げたらしい。怖いね。まあこれは噂だし真意のほどは定かじゃないんだけど、何せ男はすでに正気を失ってて書き上げたらそのままポックリいっちゃったってんだから。でもその後一部の水凶な者たちが本を巡り血みどろの争いをしたって話さ。え？もしかして怒ってる？ちょっと君の意思を表明してみせてよ。へえ、また随分心が広いね。そんな薄気味の悪いものに君の魂を封じ込めたってのに。ああそうそう、ついでにだけど一応君の名前も聞いておいていいかな。まあ君はヨーロレキテ、運命を記憶する書物だ。他の人がその名を口にすることはないだろうけど名前は大事だよ。なるほどなるほどなるほど、そうきたか。いやー参っちゃうね、大魔女様はつらいね。でもならば。おっと、あっという間に鑑賞時間の限界だ。まあ君は気楽に行ってきなよ。必要なものは現地で手に入れ現地で学ぶ、賢い旅をするための鉄則さ。では行きたまえ。君の旅に多大なる幸あらんこと。それに町にいる間は魔女様とは絶対に呼ぶな。辺境では魔女を忌み嫌う連中も多い。じゃあなんて呼んだらいいんですか？バーバ様ですか？ああそうだな、バーバヤーガ様。いや、やはりドロニア様でいい。そして理解したらもう少し寝かせろ。どうせ町が見えてきたんだろう。グレーベンの町から西へ6日と半日、見えて当然だ。違います、違います。 ご本が動いているんです。ん？いやー、お耳がついていますよ。おい落とすなバカ、馬車を止めろ。ルカ、こいつがどれだけ大事なものかお前には再三説明したな。本に目がついてるだと？バカなことを。ケツを出せ。それとも魔女の飛躍でお前のマナを喋らせてやろうか？そうすればお前は完全なる下僕だぞ。泣きわめいても無駄だぞ。違います、違います。やっぱりご本にお豆とお口が。ちっ、まだ言っているのか。見てください、ほら。これはついてますよね、お豆ついていますよね。だからルカ言ったのに。こいつ出発した時には感じなかったマナの流れ、いやアニマの気配を感じるぞ。どういうことだ？知らぬ間に魂が宿ったとでも言うのか？目と口、いやしかし
おい、ヨーロレキテ、そもそも貴様、喋れるのか？喋れはしないか。しかし、何らかの意思は表明したぞ、こいつ。なるほど、人語は理解しているということか。すごいです、この語本、言葉がわかるんですね。わかるんですね。ヨーロレキテイだから、レキテイちゃんですね。レキテイちゃんです。レキテイちゃん、レキテイちゃん、聞こえますか？ルカですよ、ルカですよ。しかし、この私が今の今まで気づかないなどありえるのか？こいつのマナの流れは正常だったはずだ。となれば、なぜかはわからんが、急にアニマが、魂が宿ったとしか考えられん。ん？もしやこいつの。レキテイちゃん、レキテイちゃん、ルカの言うことわかります？ああ、考えてもどうにもならん。こいつに魂が宿り、人語を理解するなら、それならそれでいい。現実を受け入れ、最大限利用するまでだ。たっぷりと働いてもらうぞ、ヨーロレキテ。おい、ルカ、日が暮れる前には町に着くぞ。いつまでも構ってないで、早く馬車を出せ。囲むようガゼボまで立てて、大層なことだ。ドロニア様、ルカは車輪止めを置いてきます。馬車が動かないように車輪止め置いてきますね。さあ、うるさいのがいなくなったところで、ヨーロレキテよ、お前が本当に人語を理解しているならばよく聞け。今日からここが我々の住処であり、お前が使命を全うするための重要な拠点となる。そして私がお前に命じるただ一つの目的、このルフラン市の地下にある迷宮の探索、いや完全攻略だ。迷宮の内部は正気で満ち、人は半時と生きていられないという前人未到のカタコンベ、それが通称ルフランの地下迷宮だ。だが、人ならざるお前とルカが作る魔女の人形兵たちで挑めば必ずや攻略できよう。ちなみに魔女の人形兵とは、魂と人形で作る不死身のマナニアのことだ。地上では権限実体化できないが、魔法の力の源であるマナが満ちた空間であれば自由に実体化できるはずだ。そしてここの地下にはマナが満ちている。これに関しては魔女の勘ってやつだな。まあ、これ以上くどくどと説明しても仕方あるまい。あとはお前の意思次第となるのだが、この迷宮の攻略、お前にできるか？ほう、善人か。意外だな。だが、いい返事だ。でもまあ、実はお前に質問したことにさほど意味はない。なぜだか理解できるか？そうだよ。私はお前をまるで信用していないからだ。いつの間にか、たまたま本に魂が宿った？その魂が都合よく私の味方となり、
迷宮探索に尽力する？ハリエン、そしてそんなものを私は信じない。信じられるのはこの目で見た事実と自らの力だけだ。よし、先に一つお前に教えておいてやる。私には他者のマナの動きが見える。そしてそれを操作することで魂の選択を、すなわち意志を操れるんだ。まあある程度ではあるがな。この力はお前という存在が魂とマナ、そしてそれらをつなぎ止める名前で構成されている限り行使できるというわけだ。今から何をされるか理解できたか？ではよく聞け、ヨーロレキテ。夕闇の魔女ドロニアがお前に命じる。私に従い、魔女の旅団を持ってルフランの地下迷宮を攻略せよ。これは命令であり魂の命約だ。さすればしかるべき約束が果たされた後、お前の魂はこの忌まわしき世界から解放されよう。これでお前はもう逃げられないぞ。だがあとは自由だ。お前の好きにするがいい。破壊欲だろうが収集欲だろうが、地下では欲望のままに暴れるがいい。地上では自由に動けんだろうが、馬車小屋にある施設が使いたければルカに言え。いいか、手段は選ぶなよ。成功法など犬にでも食わせろ。結果が伴えばそれで。ドロニア様、ドロニア様、馬車の車輪止め置いてきました。うるさいのが帰ってきた。それじゃあヨーロレキテ、早速だが準備を始めるとしようか。
っかくだ。任せろ。よろしく頼む。悪いが、俺が守ろう。この服は眠ドナムの可能性。よろしく。
もうすぐ夕刻か。夕闇の魔女にとってはおあつらえ向きじゃないか。私の魔力が最も高まる時間だ。このままやるんですか？もしかしたら地下の正気はすごく濃いかも。ものすごく濃いかもしれませんよ。ん？予想より正気が濃いというのか？もしかしたら、もしかしたらですけど。まあ確かにな。ヨーロ歴帝は一冊しかないんだ。用心するに越したことはないかもな。横島なる正気を払う。とこしえの衣をこの者に与え。よし、これで多少の正気は払えるはずだ。まあお前にはあまり関係ないはずなのだが。レキテイちゃんを持ってきました。持ってきましたよ。貸せ。前人未到として知られるルフランの地下迷宮。さあヨーロ歴帝よ、攻略してくるがいい。